ダーとフリーマルに結構右足でこれいけるぞ。いけると思います。今日はですね、スペシャルゲストがいらっしゃってます。もうグラトリ界では知らない人はいないと思われるコウキくんです。どうも皆さん、はじめまして、コウキです。よろしくお願いします。めっちゃ光栄。いやいや、もうやばい。コウキくんもうインスタもすごい大人気だし、 YouTube もやってるし。ありがとうございます。コキッス、コキッスです。コキッス、よかったらぜひ見てください。概要欄に貼っとくんで、もうめっちゃグラトリの多分ためになる動画、俺もチャンネル登録してるから。ありがとうございます。で、今日はこんなスペシャルなゲストと一緒に滑るということで、はい。まあ、コウキくんといえばやっぱり高回転のノーリースピンがもうノーリーですか、持ち味だと思うので、はい、それをもうぜひ教えていただこうと思って。すぐできるやつ。俺でもあのスピンを手に入れられるかっていうのをやりましょう。お願いしてもいいですか。お願いします。お願いします。お願いします。一回ちょっと見てもらってもいいですかね。俺、マナさんのノーリー、今回しか見たことない。一応、目標は7。7。どっちやと思う？ファイブ、7、どっちやと思う？もう7いっちゃいます。7いっちゃいます。オープンか。じゃあ、ノーリー7します。お願いします。今のままやったらすぐ回らないですね。やっぱり今のままやったらちょっとまっすぐストレート気味に面を使った、はいはいはい、上に飛ぶような脳裏に近いんで、それだと高さ出るんですけど、次回転力っていうのがよくなる。なるほど。なんでちょっと回転力足して、まずは5とか3でもいいんで、安定してちょっとヒールターン気味にプラスその沿線上に前に飛びに行くようなイメージで、ちょっとエッジを使ってあげた脳裏を、はい、オッケー、やってもらう形で行きましょう。わかりました。はい。ちょっとじゃあもう一回やってみます。お願いします。どう？これは回りますと。回りました。今ちょっと結構来たんじゃないですか。ファインインテロがあった。感じ的にヒールエッジオンリーじゃないですけど、はい、レントエッジ使ったの分かりますか？そうですね、今結構ガッっていうのがグリップできたみたいな感じですよね。あったそれを次5と7っていうのはもう目線がそもそも違うんで、あ、確かに。その後ヒールエッジ1で打ったら山側見て、まずは5でもいいんで、ちょっとバックノーズっぽく山側に向かってバックノーズっていう、あ、はいはい、まずはフロントテール、レギュラーのフロントテールでもいい。ちょっと絞り入れた状態で5近くになったっていうので、振って振り入れ、ここまで スイッチまで。回転方向と逆の方向に肩が肘が回っちゃって、目線がこの方向で止まっちゃった。あ、なるほどなるほど。こっちを見れてなかった。そうですね、まずはノーリーでさっきのように弾いたら、すぐに谷側覗いて、で谷側覗いたらすぐこう山側見ちゃってもらって大丈夫です。はい、もうドライブでもいいんで、はい、目線と体の絞りのところまで持っていってほしい。なるほど。今のでも良かったと思います。これいけるぞ。いけると思います。これいけるぞ。多分さっきまでのミスは本当に助走が足りないっていうのと、やっぱ助走がないともう無理やりちょっといっちゃうんで、これはちょっといいと思います。分かりやすい。いや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 、今日は
滝一過線のところがあるじゃないですか、はいはい、あそこの場所はちょっと太りになってた場所なんで、はい、あそこだと俺は打たないあーなるほど。でやっぱこう打つ場所もこう見極めてる。そうです、見極めてます。結構そのボコってさ、奥に当て込んだりとかそういうところで弾いてあげると結構飛ばされるんで。ちょっとじゃあもう一本だけ行きましょう。行きましょう、行きましょう、行きましょう。どうでしたかね、見た感じ。2回いいのありますね。そうですね、2回ちょっと惜しいのが。そうですね。あとはもう本当にミスったところはもうあれもノーカンでいいです。あれ深く考えなくていいです。あの周りに人がおる、低速で打ってる、で力学使えないってなるとやっぱりメイク率が下がっちゃうんで、あれはもう俺でもちょっともう打てないといけないんで、はい、そういう場合はもうノーカンで、ノーカンで、はい、あとは2ローテがちょっと強いんで、はい、その感じだとちょっと飛んだ後にバックサイドドライブするイメージで、あー、はいはいはい、上半身送ってもらってもいいかもしれないですか。 OK で上半身送った後は最後ねじれて下半身がついてくるので、そこで膝つま先を使ってあげる。もう次はこの1本に全てをかける。ぜひお願いします。お願いします。あとはちょっと回転力出すのにトーションも解放してもらって。ああやっぱトーション、トーションそのまま入っちゃうとどうしてもトーションの反発って少ないんで、はいはいはい、次右のつま先を上げた状態で最後トーションかけてポンって入ってもらって。 OK、はい、じゃあ最後のヒールターンしてる時は前足ヒール後ろ足ちょっとフラット気味な。そうです、そうです。そっからこっちに弾いてあげる。 OK、 トーション、トーション解放してあげる。じゃあちょっと言われたことを意識してやってみます。今一つないですよ。よし、チャンス。もう惜しくなってきましたね。あとは本当にちょっとね、スイッチで打った方がいいですかね。そうですね、ちょっとね、一回スイッチで打ってこう。スイッチでいきますか。お願いします。 OK です。あくまでもサラッと感、うん、あのサラッと感欲しい。いけます。崩れてきた。ちょっとノーズの先の方で弾いてるので、もう少し足元で弾いてもらってもいいですか。あ、もう結構この辺でやろうとしちゃってるって。そうですね、足下で踏んであげるイメージで、今結構バーン1本でツルツルになってるのが分かります。確かに。これやと足下でしっかり踏んであげないと抜けちゃうんで、狙うところはああいうちょっと指がボサボサしてるエリアあるんですから、ああいうところに進入してあって考えてください。2本やってみて、2本やってみて、いやこれもう言い訳じゃないですけど、はい、もうバーンが、はい、1本でさっきの1本で全変わりましたね。結構トゥルトゥルになってきましたね。もう全然なんていうんですか、グリップしても抜けちゃうような動きに変わっちゃったんで、はい、それはもうしょうもないですね。正直打てる人はそこで、はい、変化加えて打てるんですけど、はいはいはい、練習する人ってそれができまだちょっとできないんで、はい、結構むずい番ですよね。ハードですこれ、練習的に。
まい、うまいよ。いやとりあえずちょっと数本滑って、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後ね、崩れていった。ちょっと、後半考え、いろいろ考えすぎちゃってけど、やっぱ言われたことはもうめちゃくちゃ分かりやすいから、そこをやっぱ直していけば絶対できそうな気がする。映像を見てさっきも見直したんだけど、やっぱこのダメなとこはこう的確に言ってくれるから、まあ、確かにってなって、できればワースあれを与えれたらよかった。いやでもこれ多分あとは言われたことやったら本当回数こなせばできそうな気がする。そうですね、うん、やっぱりノーリーティブなと絵の中でもちょっと別ジャンルじゃないですか。確かに異質なちょっと、うん、あるんで、やっぱりちょっとなんていうんですかね、打って打ってっていうのは必要にはなってくると思うので、うん、確かに他のグラトリはこう僕らもやる動きはあるけど、ノーリーってあの動きってなかなかしないですから ね、 ね、ガッていう、うん、グリップが難しいですよね。ちょっとそれをもう少し練習して、うんうん、ものにしてもしメイクできたら、うん、この後に出てくるかもしれないんで、うん、出てこなかったらちょっと今日はね。そういうことですね。そういうことで。いやでも今日本当ありがとうございました。いやこちらこそめっちゃ分かりやすかったです本当に。いや全然コウ君はなんかシーズン中はレッスンとかも。そうですね、ホワイトピア奥美濃の方でやらせてもらってて、絶対受けた方がいいグラトリ、はい、俺受けに、まだ奥美濃に来た時は行きに行きます。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。もうこうきくんの YouTube チャンネルもぜひ見てください。俺めっちゃ見てるんで、グラトリ上手くなりたい人は絶対見てください。はい、いろいろ発信していきますんで、お願いします。またなんか一緒にやりましょう。ほんまお願いします。はい、逆に自分も今度じゃあ、はい、そういう感じでこうきくんの動画に出させてください。お願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。